声合ってる？これウェブカメラの方になってないか。読み上げが入りすぎてる。音声変。どうもなんか違う気がする。変じゃないですか。読み上げが今ほぼ入ってない方が正しいんですけど、遠い、おかしいな。こっちがウェブカメラ、これがウェブカメラ。こっちが。あれ？天城方面、そうですね。天城の東あたりですね。いや、なんか変だ、これ。また何度も切り替えなきゃダメか。パソコン本体。USB の方に切り替わらないな。ちょっと。ツール再接続しますと。GoPro 映像的にはこの辺り入っとかないと全く動きがないよな。なんか違う。いや、これマイク音声じゃないな。いや、タブじゃなくていつも通りの環境です。ルークスの。なんで？こっちウェブカメラ。まあ、これウェブカメラなんで多分入ると思うんですけどね。これだ。で、なんでこれが入らない？なんで？これ読み上げの方が大きいですよね。今、コンコンはウェブカメラの方の音声でした。でもそっちじゃないんですよ、やりたいのは。おかしいな。マスター音量はこれで変えられるんですけどね。今これでいけそうですかね。多分これマイクの音じゃないと思うんだけど。ここにマイクがあって。いいんですかね。まあ GoPro の撮れてるからとりあえずこれでいいかな。止まらないです。聞こえない。容量結構でかいです。調子悪いな、また。
ああ、また日が輝いてきた。でも寒くない。お、まともに繋がった。電波いいのかな、ここ。読み上げがなんか入ってるように見えるな。ふう、これですね。多分合ってると思うんだけど、読み上げがに対してあの音量バーが反応しすぎてる。大きくなった。なんか変な気もするけど、とりあえずこれでいいか。で、USB 端子が昨日死んでるっぽいことが分かったんで、ハブで繋いでます。で、このハブがまたですね、ハブが USB ケーブル的にかなり不安で、いつまた断線するか分かりません。で、ちょっと今コメント聞こえるようにヘルメット被りますんで。ドンテンエビスの何を買ったんですね。おはようございます。ヘッドホン。ブチブチ。え、プツプツ？ん？ん？プチプチとはどういう、切れるってことですかね。凝ってないです。ん？プチプチ。ん？ PP 音。どこだろう。この USB オーディオの単体の個体かな。変なノイズが。じゃあ入れ替えてみるか。声が飛び飛び。予備のオーディオデバイス持ってきてるので、こんなこともあろうかと。じゃあ音切れます。よっと。あ、いえいえ、ええ、接続。さっきのありがとうの人は、あの、あそこの水販売機が100円しか使えなくて500円の両替ができないかって、あの自販機の観光館に来てたお坊ちゃんに聞いたりしてたの、横から聞いてて。これでいいか。これでよし。お、今度は大丈夫っぽいな。あ、あ、あ。これはなんかうまくいってるっぽい。でもちょっと大きいな。振り切れてる。もうちょい上か。こんなもん。このぐらいでいいですかね。もうちょいか。こんなもん。あ、あ、あ。うん、これでマックスに到達するかどうかぐらい。OK ですね。オーディオデバイスもまた個体が壊れてたりするのか、めんどくさいな。で、ちょっとこの、ああ、USB ジョイントの向きを変えて、これどっち向きにやったらいいか。よっと。これでいいか。うん。で、さっきのは壊れたっぽいとして、ああよっと、これか。ちょっと放り出すといって、これでよし。で、しばらくは指出さないグローブでいくか。おん？
あ、また行ってない？ん？いや、反応してるように見えるけど。ダメですか？読み上げが行ってないな。今はいい。読み上げが多分これは、あ、多分ハングするな、これ。あ、ハングしなかった。これで PC 自体から、読み上げなくなりましたね。ちょっと待ってください。これでどうだ？あ、来ない。なんで？わけわかんねえ。棒読みちゃん再起動。よっと。これで出力先を USB にして、来ない。意味わからん。棒読み上げなくなりましたね。あ、そうだ、忘れないうちに今ここ出しとこう。今ここオン。読み上げはどこの問題だ？まあ、つなぎ直したからなんか認識しなくなってっていうのはわかるんですけど、マイク入ってるんですよね、今。こっちでミュートにしたわけでもないよな。一応テスト。あ、来た。うわ、なんでロボット声鳴ってる？あ、来た来た。よしよし、これで大丈夫かな、今度こそ。さて、13分経過。東峰村に来ました。よっと、そーっとそーっと。好きとは。いらっしゃいませ。東峰村です。今度こそ大丈夫かな。あ、彦山はですね、この山の向こうなんですよ。本当は彦山駅からスタートして山越えてこっち来ようと思ったんですけど、道路情報見たら積雪、また？ああ、もう。ガループー。おお、なんか振り切ってる。凍ってる。ああ、なんだろう。タブレットじゃないんですけどね、今まで通りなんですけど、USB ハブで、USB 端子が1個死んで、今度はどうですか？今度はどうですか？いらっしゃいませ。職員さん、いらっしゃいませ。どうですか？どうですか？どうですか？そーっとそーっと。OK、大丈夫ですか？もう触らずに行こう。よし。で、FMLE は最初から諦めてます。今日電波あるそうだから。通常配信です。さてと、カメレオンズさん8万円ですね。マップ上に表示で。で、予定ルート、さっきとの違いが？ハブ、これいくらだったっけ？神岡からいらっしゃいませ。あれ？これか？こうか。なんか変な動き始めた。あ、寄せルートが表示されない。まあいいや。今日のルートわかりやすいから。で、予定ルートなんですけど、乱暴ですよね。あ、で、まず、あ、気づきの、そうです、そうです。で、これが、筑前岩屋駅。
古山駅から一つ南の駅の2時間に1本しか列車がないとこです。ディーゼルカーです。 GPS はこっち青にしてますけど、今ここ行ってますよね。ここ知ってます。さっき撮り鉄の人が来てました。ここですね、トンネル抜けたらすぐ駅なんですよ。あそこ見えるかな、あそこ。ありがとうございます。来てますよね。あのトンネルの向こうが彦山駅です。撮り鉄の人が車で来てて、でこれから彦山行くっていうんで、交通情報だと積雪で通行止めになってましたよって教えたんですけどね。どうかな、本当に通行止めになってんのかな。公開弁、出そうと思っても出ないんですよ、天然語で喋ると。道の駅廃墟、道の駅はまだありますよね。でいきなり逆方向に登り始めるんですけど、これは棚田見に行くためです。棚田がどこにあるか地図、村の公式ホームページだとよく分かんなかったんで、現地に来て地図で確認しました。ん？彦山？天然語。野峠か。野峠は十何年前に彦山駅からスタートして彦山登って、で、野峠までの道がもう超凍ってて、歩けやしねえよっていう状態でした。乗るどころか。棚田、今、ここから1キロぐらい登ったとこみたいです。なので、さっきまで日がちょっと出てきてたのに雪が。でも今朝大した寒くないんですよ、意外とあったかい。これで日が照ればバッチリなのにな。あ、凍結名所なんだあれ、知らなかった。雪棚田400枚と聞いている。雪で、この上の道が雪規制らしいんですけどね。定年後は私は出ないんですよね。無理して定年後、無理して方言抑えてるんじゃなくて、意図して出そうとしてすら出ない方言が。本当に実家の家族に電話するときぐらいしか、そう、なんとかちゃんねとか言うんですけどね。今日は時間ゆっくりあるはず。あ、国道、え、国道の、私これから大行寺駅に南に下って、そこから左上方向に国道沿いに小石原の方に行くつもりなんですけど、ここで、いや難しいんですよ。それが難しいとよ、違うな、なんか不自然だ。仕事は6日からなんですけど、切羽詰まるかもしれない。すげえね、すごい中。そう、ディーゼルカーの2時間に1本の列車ですけどね。日田彦山線だっけ。ここまで輪行2時間半でした。岩屋キャンプ場、今の季節やってないよな。よっと、写真まだらけ、なんだろう、まだらけ。通りもん、博多通りもんですか。私は博多の人派ですね。あんこ入り、価格は最初からもうそういうつもりでやってます。そう、タメ口、私はそうなんですよ。ん？天気、初詣は確かこの道、左の方に脇道があって、そっちの神社があるはず。ん？何？ごめん。おお、いきなりすごい道になってきた。で、こういう石垣がいっぱいあるらしいんですよね、こっち。あと、ここからちょっと下ったところが、スカイマークの機内市で紹介されてた。いや、激下がってほどではないです。で、地震が。まあ、高い建物とかはここないけど、にわか先輩、
雑煮レシピを私はツイッターに書いたので、あのレシピを元に作ってください。いりこと昆布のだしです。とつく奥志田さん、奥志田神社か。あ、あった、日本の棚田100選、竹地区の棚田、ここまで列車です。2時間半1600円、1600円も交通費かけるのは贅沢だって人いるけど、私はいつもそういう時には飲み会に出ること考えてみろと言いますね。往復でも3200円で安い飲み屋さんでちょっと飲んだぐらいの値段ですから、ですから交通費1600円は決して高くない。あとこういうなくなりそうな線路、路線に貢献できますからね。ここだ。下から見ると石垣しか見えないですね。お宮。ん？お猿の？棚田見えますかね。そう、酒飲まない人間はそういうのを引き合い出したがる。電車じゃなくて汽車です。だから列車とか鉄道とか言いますね。お、え、拍手こっちなんでしたっけ。どっかでまた吠えてる。あ、これをぐるーっと回り込んでどっかの道から左に入る。声が小さい。なんだろうな、どっからどの声が入ってるのか。マイクは確かマイクの音声入ってるよ、ちゃんと見えましたけどね。谷中か。よっと、あんまり喋りたくないんですけどね。線路、そう、トンネル。豆タン。あ。そう、触りたくないんですよ。よっと。怖い。どうだ？今度はどうですかね。ちゃんと繋がってますか？よっと。さて。OK、よし。ヒヤヒヤですね。悪口。おっと、狭い。そう、棒読みが大きく入ってるのが分かんないですよね。捨て幹の機能ないはずなのに。2個できます。私実家の古河駅から乗り換え1回ですよ。多どん、あ、おはようございます。実家でサービスせずに、昨日は午後甥がやってきたんで、妹夫婦と甥がやってきたんで、甥と一緒に恐竜じゃ遊びしてました。甥がですね、隣の部屋に行って恐竜じゃって呼んでって言うんですよ。で、恐竜じゃって呼ぶと恐竜じゃのソフビの人形が一体一体その登場してくるんです。隣の部屋から。あと恐竜じゃのレッドだけだったけど、カーニバルフォームみたいなのがあって、あ、かわいい。柴犬でもなくてちょっとふかっとしてますね。あ、尻尾下がった。上がった。おらんくなりよんし、あと。お、ちゃんと動いた。犬。音がおかしくなったか。電波切れたか。なんだろう。いや、あ、ウェブカメラっぽいな。よっと、それか、こう。
ハブの接触か、これもしかして。声来てますか？今、ちょっとだけ流れてるはずです。ん？声が大きくなった？不安定だな。こんなもんか。カメラマイク。カメラマイクだったら。いや、カメラマイクじゃないですね。カメラ叩いても反応しない。両方同時に切れたってことは、USB ハブの接触かな。なあ。ボーイミが PC に入った。ボーイミはもともとミックスさせる意図はないんですよ。あ、また切れた。接触かな。読み上げがなんでこれ切り替わるんだ。前回とそうなんですけどね。ランキング1、あんまり。よし、来た。接触不良感ですね。今これが多分正常な状態。あ、またなんかおかしくなってる。またずれたか。有名なもの、ここ棚田と、あと高架線路があるんですけどね。高架線路が橋の上みたいなところ走ってるっていう。 OK か。じゃあまたそっとしまい込みますよ。そっとそっと。どうだ？なんか今ちょっとプチッといったように聞こえた。また切れた。ダメだ。ハブかな。これをこうして、こっちにこうしてみるか。かなり悪くなってきたな。すまないっすね。でも寒くないから止まってても大丈夫だ。これで今来てますか？来てますよね。今は、USB のユニバーサルジョイントみたいなやつを外して、
PC に直結しました。これで変わるかな。今どうですか。声だけだな、言ってるとしても。じゃあ、またしまい込みます。直結いい。今、プチっていった。切れた。あー、クソ、コンハブだ。ハブだ。ハブだ。このハブも外して、 USB 端子が、いや、できますよ。ハブだ。さて、これで。配信するか。このもうちょい先から入り込むのか。でも、棚田の上まで行ってきたいな。あれ？この状態。同じやつも売ってないっす。今この状態。ハブも介さずにやってみました。これ右の USB 端子がですね、死にそうなんで、多分カメラがすぐ切れると思うんですけど、これでやってみますかね。音声でかすぎませんか、こんなもん。無理。あんまりダメだったらもう諦めますかね。諦めて一人だけ楽しんでくるか、 GoPro で撮りながら。映像どっちにしろ行ってないんですよね。今は上り速度は声しか行ってなさそう。じゃあこれでやってみよう。そーっとそーっと。いらっしゃいませ。こう、あ、待てよ、そうか。この状態テストはできるな。ああ、やっぱり。映像死んでますね。お、しかも読み上げなくなった。よし、あねん、よし。調子よかったのにな。では、
ああ、もう、ダメすぎる。30分が無駄になった。で、GoPro 用に、充電はできてる。配信来たらどうにかせんともう続けられんな、こりゃ。お、まずは USB ハブか。から左の方の道に入っていくと、なんか神社があるらしいんで、あ、書いてある。岩屋神社。天狗だ。星降る修験道の道。天狗じゃないのか。修験者の人か。ちょっと棚田を少し上から見られる場所までは行ってみます。どっちかな。まあ、こっちの方に行ってみるか。カチカチうるさいな。こもっちゃった。そこに書いてないな。ん、あ、上か。通行止め書いてない。書いてあるとしたらここに書いてあると思うんだけど、
と馬できるな。田んぼなのかな。あんまり見えない。四角じゃなくてなんかいろいろ変な形してる。全体は見えないか。これとあとパノラマで。あれ意外と短い。お、火出てきた。
ほんの少し温泉みたいな、温泉というか硫黄っぽい匂いがした。で、あれ、さっきのところがいいかな。こっから今一つ。ああ、こっちの方か。なるほど。で、あの音は。入ってきた。せーの。よし。で、ツイッター用に。東峰村竹地区の棚田と。あ、ポケットの中に工具入れたままだ。金袋の工具入れです。痛い。自分では自分の足引いた。
ちょっと行ってみるか。てっぺんがコンクリで鳴らしてあるのは最近になってからなのかな。宝珠山から、確かここは東峰村になる前はここの辺りは宝珠村なんじゃなかったっけ。宝珠村と小石原村だったんだったかな。ちょっと違ってるかもしれないです。まずこれが神社か。あ、結構奥があるな、これ。上に吊り橋まである。吊り橋というか橋まである。おお、これ広いな。これは神社の本体が出たらどんだけ時間かかるのかな。
ちは。ちょっとどうしようかな、どうしようかな。行ってみるか。宝珠 山村か、ここに書いてありました。うわ、周り1.8メートルの大椿。ただ椿の木ってあんま見たことないな。だいたいこの右側みたいな、右側のもの結構太いな。岩屋熊野ってことは熊野神社系か。おお、めっちゃ気持ちいい。人がいる。ん？神社はこっちか。うわ、この階段下りが大変そう。私は階段の上りはいいけど下りがすごい苦手なんで。首なし地蔵ってここか。なんか怪物運動で谷に投げ捨てられた仏様は後でお地蔵さんか拾ったら、全部村人たちが拾い直したけどほとんど首が残ってないっていう。というかどれがどの首かってのが分かんないじゃないかな。平神社って書いてある。で、ここはすごいな。
か出雲大社っぽい。一度もでかいな。これは下りたくない。なんか削れて斜めになってる。うわ。すごい階段ですね、ここは。これ下る時の方が危ないんじゃないですか。ええ。別になかったんやけどね、もうちょっとまだ立派に石がやっぱ風化するんだよね。なんかもう段が斜めになってますね、下の方は。鎖場みたいになってる。あれ神社、これが神社。そうです。あ、ここは本体。そして後ろにあるあの三体が昔からあるし、ええ、あの御神体ですかね。あの三つの。三つのね、真ん中と両端がちょっと違うけどね。社の中に社が。そのここにあるのがまあ私なんか言う星のあれ隕石っていうね。ああ、なんか誰も見たことがないっていう目がつぶれるから。それが隕石で、俺上がらんでよかった、電気がつくて。そう、最近ここあの東方村がスカイマークの、あの飛行機のスカイマークの、あの、紹介されてたんですよ。なんか先によくびっくりして、私も知らなかったら、いや、誰がしたのかな、そんとこしたっけ。なんか観光家がしたのか。そう、なんかその隕石の話とか、そうあと棚田と、あとなんか大行寺駅に食堂があるとか書いてありました。あ、そうですね。まあ今日は正月だからまだやってないと思いますけど。そうですね。ええ、だからよいしょ。でもこの神社のことは、神社のことは詳しく載ってなかったです。こんなところとは。あんた。ええ。ちょっとここはね、やっぱ人が来てたまあの。花丸大吉が2人が来てから、いつだ登ってきてね。あ、これは。もうそこの熊野神社があるんですね。ああ。あれも国宝級のあれですね。だから、あれはちょっと登るとに大変や、お重とか怖い。まだこれか階段がない。あ、ないんですか。あそこは階段がない。下の方は琴平神社ありましたね、こんぴらさん。そう、こっちだ。あ、こんにちは。こんにちは。そうこっちは、毎日右に回ってくる。あ、ここですか。毎日おみくじやら、ね、あげるとかなくなったらいかんとか。あ、これ写真とか撮っても大丈夫なんですかね。あ、歩き日とか警備士とか全部撮りました一度。正月だけしか、正月とお祭りの日だけしか、これ、向こうの三体は中を開けんですよね。日頃見せんからね。うわぁ、あんなところもあんのか。そう、ここ通っていて、あの昔の熊野神社というのがですね。その階段がないところですか。もう階段というか、なんか石を
ちょっとなんかここのみで掘ったみたいな、まだこれよくすごい。ああ、さらにもっとなんか、段がはっきりしてないんですね。そうそう、段が。こうおっしゃって、登って降りるとこ、滑るって。行ってみるかな。滑る気、滑る気、上がらんですね。若いもね、お前でも上がったって言うて、上がった段でしたって、一つか言わんけど。じゃあちょっと見ていきます。ありがとうございます。はいはい、ね、すごいところだな。おお。鎖が、この鎖は下から登ってくれるのか。あ、ちょっとなんか見える。あれ、キャンプ場か。屋根の年季の割り方もすごいな。なんか木の皮が重ねてある。すごい階段を登ってくる、妙神社。あ、ポタファイ自転車のところに置きっぱなしだ。後でツイートしよう。ご神体の隕石があって、目がつぶれるから誰も見たことがないというふうに機内誌には書いてあった。ねえ、あ、これヘルメット通らない。別に通らなくてもいいんだよな、これ。石が落ちる、やばい。ああ、これか。うわ、なるほど、熊野神社。お疲れ様です。これここから撮るだけでいいかな。神社なのかな。いや、それか上が
上があるのか。あ、あるのか。もうさっきのところよりこっちの方がマシな気がする。今はここだけかな。あれ？あれ？ちゃんと案内板見てくれよかった。奥の院か。よっ。これ道か。道ないよな。お、向こうにも棚田っぽい、棚田っぽいのが見える。よし、撤退。うわ、ちょっと危ない危ない危ない。ふぅ、熊野神社はさっきの向こうに370メートル行った奥の院のことかな。
熊の岩の険しい岩に立てかけた掛け軸、これじゃないのかな。奥の院と熊野神社は別だから、やっぱさっきのかな。うわ、別の道もあるんですね、これ。あそこの、この階段行かなくても。ぐるっと。ええ。にしちゃったら、まだから、
あの地縁でから登るようなところやね、あ奥の方と奥の院とかいう、あですね、広いですねここ。こういうところに行くとね、ここに行くにはちょっとあれのね、洞窟みたいなところですね。バクチーワとかね。あ、そうそう、バクチーワって書いてあった。うんうんうん、バクチーワとか。これが第二しちゃっちゃ、ここに上がるのは今、ね、ここ降りてきたらずっと登らねえか、まだ。あ、まだ先の方に。うんうん、奥の院とか第二で、熊野神社っていうのはこれでいいんですよね。そうそうそう、それが熊野神社ですね。それで、そこのあれが琴平宮ね。ええ。それで、真ん中の先を私がおみくじありしたところが、ええ、か本殿。本殿。うんね、琴平とか、あの、これ、ここは岩屋神社で、うん、琴平とか、その熊野とか、あっちいろんなところのがあるんですね。うん、なんでか知らんけどね、うん、まだ昔からね、それがあるけどね。熊野は紀伊半島で、琴平は四国か。どこかあるの？ね、あの、熊野の本殿が、あの、紀伊半島の、あれ、何県だったっけ県名が自信ないんですけど、奈良とかなんかそっちの方に本殿があって、あ、ええ、あの 熊野古道っていうのが有名なとこがあるんですけどね、はいはいはい、古い道って書く、岡山地方ね、ええ、あの、うん、なんだっけ、あっちが本殿、和歌山県のなんか熊野古道、ええ、世界遺産になった、うん、なんか、ええ、こう道を上がっていく熊野古道のですね、うん、水陸両方の中を通ってね、そう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 、ものすごいところ、うん、あれが本殿で、で全国に熊野神社があるんですよ。ああ本当、ええ、なんかそれもあれか、やっぱでそこの琴平っていうのも、うん、あの四国の香川県の讃岐、うん、うどんのあの辺りに、うん、あこんぴらさんっていう本殿があるんですよ、うんうんうん、あれの末裔かなのはずなんですよね、うん、のあちこちのがあるんですね。調べてなきゃ分かっちゃうけど、いや私も神社詳しくないんですけど、うん、その本殿っていうところに行ったことあったんで、ああ そういう流れやるのはなんか違うからな、ええ、うん、いろんなとこの神社がうん、一緒にあるんですね、うん、どういうわけかね、うん、こればっかり、この岩屋権現さんも彦さんの流れみたいで、ね、あ彦さんの、うん、だから昔私もこの道を通ってその皆さんへ行って、ね、彦さんの、ねうん、あれ白装束の信者こうしてもごまぎ、ごま供養する、ね、火を焚いて、ああいう信者たちが登れたもんね、へ、昔は修行のあれやろうけど一貫やろうけど、今なんかこの県道52号かなんかって、うん、雪で、ね、雪で、あれも、まあ、上さえキリスト教を抜けていけば、ね、彦さん駅に出る。なんか今はその雪で通行止めっていうふうにどっかに書いてあったんで、あれ、ね、もう一平が上げし、冬一平雪降って、それにしたら、ね、そこ前も、あれも。今降ってないんですかね、あんまり。今降ってない。ああ、じゃあ来れたか。うん、あ、バイクは大、バイクとか自転車は大丈夫よ。経緯まではまだもう大丈夫だけど、もう時期でもう、うん、時期でしてからなかなか、ね、また何時かしようったらまた雪が降ったらそれが帰れかんでしょ、うん、そう毎日毎日やるわけにいかんからってことですね、うん、その役場がしようだけじゃないみたいな、あら何労働ね、鉱山かなんかあの黄色いなんかパトカーじゃないけどもう一度キリキリ回る、ああ、なんかあのパトロールカーですね、あれが来てから死んでほしいの、もう役場がするとなら私の方が言うけどね、ええ、来たら違うもん、役場じゃない、その、ああじゃあ来れたかもしれんな、うん、県道とかああいうあれいうのの、うん、あれが来てからこう年越しあたりからなんかえらい暖かいですよね今そうそうそう、ええ、今年去年の雪が降ってた31日から元日ですね、うん、OK、私どもここ早く帰ったけど今日本当暖かい、うん、あんもちまた帰っていいよ、あれですか、うん、あれはお正月用に、ね、紅白のお餅をね、あのお前したときに私が来たときだけ やってるの、ね、あ、じゃあちょっといただきます、どうぞどうぞ、私餅大好きなんですよ、あ、うん、これはなんかあのついたものなんですか、こっちで、うん、そうついたときはね、もう頼まんとね、そんなものつけん、力仕事ですからね、あれ頼んでから毎年ここ何年か私どもが総代をしだしてから、ね、この神社をしだ役員をしだしてから、あ、もう私が4年目かな、この神社の、でも本当これ広いから全部回るのは大変ですよね、役員だけで14人ぐらい、あ、それ若いのを担当の人の危ないとこ順番いとこやって、あ、言うだけやけど、うん、で31日の晩から、ね、あそこで火を焚いてね、おこもり中で、思いっきり、ね、やってから、うん、
青幹とかは、うん、あの本殿のところでやるんですよね。いやいや、うん、まあ、ここ、あ、こことか、うん、本殿にもお幹を上げておくとね、うん、もうこんな広い神社とは知らなかったです。うん、ちょっとね、どこでなこんな神社はないって言ってから、うん、まだあの奥の院とか行ったら、なんかお寺とか大きなお寺とかだったらこんな広い敷地とかあると思うんですけど、うん、神社でこんなのあんま見たことないです、ええええ、広い範囲、それで祭りのある前の日は三軸全部植えてて掃除を見たんだけど、ええ、私一番下まで、うわ、上がる口のあの鳥居とか昔のおみこしを担いで、ええ、今のおみこし担いで下ったり登ったりする、そして一番上はああいうさっきの本堂まで上げるみこし、うん、おみこしここ上げるんですか。あ、こっちから上げていくのかな。これです。横の道からですね。これです。あ、こっち、こっちはもう、ええ、もうあれやけどな。あ、え、と、え、からあれしたやつ。ね、昔あるとあるけど、そこに行きやるかいで、うん。こう、昔からのおみこしが下って、その山道下って、これ下って、ええ、その下の山道下らないか、うん、あの、今の車の通る道じゃなくてね。ええ、それを上り下る。うん、もうその杉の中行ったら、階段やらわからんもくずけちゃうけど、そういうとこを見たしかな、うん、上り下る先に、いいなぁ、うん、入るんじゃないですか、ね、これも役だな。あ、で今これあの自転車で走りながらビデオとか撮ってずっと記録してるんですけど、うん、今あのお顔は映らないようにこうやって横向けてたんですけど、喋、うん、ったことって今あの人に見せても大丈夫ですかね。うん、別に悪いことじゃないけど、ええ、特になんか隠すようなことはないかなと思って、ないない、あれを黙ってはぐって見せたとか言いやがりけどそんなことは、ね、絶対しないけど、ええ、私もまだ見たことないけどね、ええ、もう70年生きてるけど、うん、子供のところあれは見たことない、うん、あのさっきのおみくじところの、うん、おみくじところすごいな、あれ、あれは4年に1回ウルー年の夏のオリンピックの時に、ええ、あの子も帰る、うん、その時はぐるね、ぐるけど1枚だけ残していく、うん、13枚編んで13枚12枚はぐって1枚だけ残すけど、毎年4年に1回1枚ずつ残っていけるけど、それがあんまり大きにならんから下はどのようになっとるかわからん。コモっていうのは どこのことですかね。かや、あ、上の、うん、あの真ん中のこう大きなこう木でこうしとったでしょ。あ、あのでっかいやつ、ええ、うん、あれ、あんなでかいんですか、あれ、うん、あの社の中に入ってるかと思ったらそうじゃなくてあれのことなんですか。そうそうそう、あんなでかいのが、うん、何メートルってありますよね。あれの、でもないかな、社の中にないな、うん、うん、あ、なんか本殿の、あ、これこれこれ、あ、そうそう、これが星の玉、うん、星の玉で陰石って言われて、うん、報酬石って名をつけてるけどね。え、これがそのかぶせて1枚剥いで、12枚、13枚編んで、12枚剥ぐんです。で、1枚だけ4年前と残して、ね、それが何十日来とるから、どの下はどのくらいのもんがあるのかわからんのやけど、あれがあんまり大きくならんのやな。やっぱ下はどうにかこう、柔らかい。だんだん潰れていくんですかね。こうやって、あれ4年間してるけど、青いまんまやもんな。ね、青い、うん、あの茅が、あ、茅が、うん、あれが腐れないよね、不思議と。どういうようになってるか私でもわからん。なんか本殿の様子も今見たのと少し違いますね、これ。うん、これ本殿5年前に修復したんです。あ、なるほど、うん。これはもう昔のやからね。もうものすごい古いになってますね、これ。そうそうそう。だからもうボロボロやったんよ。あれも5年前に、国からあれが来てから、文化庁からあれでからしてもらったけどね。じゃあ一旦調べてからまた復元し直して、調べて修復も腐れたとこだけ切って取って、新しいのはそこだけしか変えられない。それでもう本当に言ったらね、全部もう新しいものにしてくれたら面白いことあるけど、できないし、修復中のはね。これもなんか岩の下にありますよね、今、うん、だから裏側はもう石よね、あれ岩があるから、ね、うん、だから前とちょっとこっち、向かって右側か、右側だけ壁があるけど、ね、こっちがほとんど壁がないもんな、岩に支柱してる、それで雨も入らんしな。あ、そうですね、うん、岩がちょっとこうかぶさったようになって、うん、なんかこう
上に出てますよね。そうそうそう、上さえ出てきちゃうから、こうなってるけな、うん、そこに家があるけな、こういうふうになってるけ、うん、ここに家があるけ、雨が入らん。なんかこの岩の下にあるような神社って他でも何か所かだけ見たことあるんですけどね、うん、ここもなんかこれ熊野なんか完全に堀穴の中にもんのですね。おう、ここが悪いけな、私の流れ気だ。これ入る人が入るんですか、ここ。うん、あのお前であの上に上がっていく人もおるよ。裏から入れるんですかね。やっぱここ前から。前から登るんですか、これ。これこう登ってここから入って、またこれ降りてこれ降りてこれ。道ないと思ってた。ないない、道あ道じゃなくてよじ登るんですか、これ。そうそう、要するに、まあ、あの誰かがこうのみで掘ったような石。あ、そういうことなんですね、うんうんうん、あ、じゃあさっきのテレビの人が来て登ったっていうのもここのよじ登ったんですか。そう、ああ。やったかったね。なんか道沿いに行ったら奥の院に行く道になってしまって、そうそうそう、あれはまたこんなこっちの、あれのこれの横こう裏側行って、なんか行く道がないなと思ったら道じゃないんですね、うん、こう見てもどこから行くのか全然見えそうそうそう、あれ鎖が何箇所あるかな。ああ、の下の甲板に大きな甲板に書いてるでしょ、あれこう、あれん下のそこの、あ、中の図が書いてありますね、うん、あれがすごいあれがあるんだね、裏の方も。だからそれ行くのに大変なんだ。ここは、あのお祭りやらあるときはタイヤら上げるとか13体ある、上げるとこ、んじあのこういう上げる13、こういう、ね、ああ、なるほど。だからそこ若いもんにねえ、とりとこ、とりとこで前に全部タイヤら13箇所、この全体の神社の中に、うん、大変ですね。よもう本当この周りで行ったら6、7体やけどな、ね、うん、行きやすいところは何箇所かあるけど、そうそうそう、ほんとも1、2、3、4、5、6ぐらいは、6と7か、この名前やったら 7やけど、ね、それから今度は第二社、奥の院、博打岩とかそんなのがずっと裏側にあるからね、それをちゃんとしないから、ね、初詣の人ってのはあまり来ないんですかね。初詣、初詣はもう終わってるんですかね。昨日、一昨日、うん、まあ今日まで先のお客さんが来る人は三が日やから、うん、今日までは結構あるからね、さっき一日の晩から権現さんのこの辺に参り来る人は多いけどね、あ、あの除夜の鐘が鳴り出した、やっぱり地元の人たちがずっと来るんですね、うん、結構元日はよそからもう、あ、そうなんですか、うん、うん、私は今日はあの福岡、博多のちょっと北の古賀っていうところから海沿いのあたりから、うん、どこに行くの。いや、今日あの下、大行寺降りて、うん、でまた小石原の方に登ってて、うん、でどこだったかな、天城の方に抜けてから、うん、あっちの500号ね、ね、江川ダムの方を抜けで、自転車あのまたバラして袋に詰めて、で、あの列車で帰るんですよどこよ、家は。あの古賀って言って、うん、海沿いなんですけど、何が近いか、海の中道とか、カシーグとかのあたりが近いんですけどね。ええ。なんか宗像の方か。あ、そうです。宗像のちょい南の方です。ね、ええ、あそこも人いっぱい来ますからね。宗像神社ね、もう前はよう行ったけどな。11月の菊祭りとか。あの交通安全とか、そうそうそう、みんな来ますよね。大きいますから。うん。あれだけ大きかったらな、心配せんだけど、この辺な。参り客が少ないから維持費が大変、うん、ああ、ね、お賽銭とかもそんなに人が来ないから、ね、うん、まあ待って、この辺の村じゃ国が一番あるところやけどな、ね、あ、他にもいくつかあるんですかね、村の中に、ね、村の中に本社だけで3つかな、岩屋神社、大行寺の高木神社、それから下の方の福井神社、うん、あ、これ宝珠山村なんですか。宝珠、そうそう、昔宝珠山村やったっけ、これは本社もだけの村やったけど、今小石原と合併して、ね、東方村、大技、宝州山、あ、ですね、うん、で昔は宝州山村やったけどね、うんうん、今は村がなくなってるんだけどね。でも今も、東方村、村は村なんですね、うん、東方村は村、うん、小石原と合併で2つで東方村にして、あの村はだけ残して大技、宝州山、ね、うん、今はあのどっちの名前も残さなかったんですね。宝州の山の方も、うん、そうよね、小石原の方も、うん、
全然違う名前したんですね。そう、どういうわけか、うん、東方になっちゃうときに東のやっぱ峰の山っちゅうところやないよ。ああ、この辺りですね。うん、まあ、だいぶ奥まであるんですね。あるある、うん、ものすごい見晴らし台とかな、上がったら一望が見えるような、ええ、あれがある。じゃあこれから大行寺の方に行きます、はい、ありがとうございました。もちもいただきます、はい。放送してないといいな。ゆっくり話が聞けて。維持費のため予算室に上げてくれよかったな。あ、で、さっきちょっとちゃんと映ったかな。またお持ちいただいてしまった。時間もたっぷりあるはずだから、はずだけど、私はゆっくりしてると本当に時間食うからな。さて、さっきのツイートを、お持ちいただきます。あの橋はどこからどこに渡ったのかな。こんな手前に見えてるのは、あ、そうだ、餅も、お持ちいただきました。なんか小さいよな。よいしょ。ペダルかな。こっちと合ってるよな。
城ヶ迫線、わっ、どこ行くんだこの道あれ確か駅のとこまですぐ繋がってなかったっけ、あ、やっぱなんか外れてる分岐があったな。これ行ってしまうと、ああなんかね、あさっての方向行ってしまう。どっから間違えたのか、じゃないこれか、この分岐だ、え、いや、いや、これか。すごい勾配だなこれ。そうか、この舗装がさっきの分岐のところに出てくるのか。気候模様。出た出た。
大行寺駅まで下り。彦山駅から登って下ってきてもよかったけど、でもきっと通行止めはしてあるんだろうから、通行止め絶対禁止派の人に叩かれる可能性があるからしなくてよかったかな。するとしたら録画せずに来ないと。で、筑前岩屋駅です。駅前の水の駅か、水の駅というところは7日から、平成26年は7日から営業です。食事とかできるのかな、これは。食堂って書いてあるし、あと JR 券発売所っていうのが書いて消してあるんで、まあ車内で買うことが前提になってるんでしょうね、今は。ああ、いいな。川の水も綺麗そう。まあ綺麗ってことはないか、別に川底がそんなにすっきりしてないから。こういうの水が綺麗かどうかっていうよりは川底が綺麗かどうかだから。腰肩と書いてオンタと読む、すごいな。で、確かに宝珠じゃなくて宝珠山、宝珠山っていう風に振り仮名振ってある。振り仮名というかローマ字で書いてある。新生公園まで1キロってことは次の駅までかな、もう1キロかな。奥州院と
船石乗ってたのあの辺りかな。田んぼと鉄道の効果が。綺麗に見える。まあ、この距離だったら大丈夫か。でも写真はこれではなかったような気がするな。小樽の里、甲州山村。いや、この辺か、もしかして。まあ、帰ったら比較してみよう。あ、あれ。多分、スズメバチかなんかの巣だ。あれどこだ。あれ、あ、これか。いいよと。でかいな。ツイートで、救助の情報が多分20、30分前に列車通過してるな。棚田と、なんだっけ、下彦山線だっけ。
凍えずにこんな景色が堪能できるなんて。芝だ芝だ。芝芝。燃えなかった。あ、橋脚がない。橋脚というか、あそこになんか補強の残骸みたいなのがあるんだけど、いいのかな、これ。お、親水公園か。っていうのか、川に名は特に見栄えのしないか、あの淡水の貝なので、もう使える人いないと思うけどな。それかホタルを飼ってる人が餌用に持って帰るのか、ホタルを育ててる人が。こんなトイレ。で、これウォータースライダーか。じゃなかった。ん？いや、やっぱそうか。そうだよね。食堂って。食堂売店？ああ。12月2日をもって水規定かな、閉店いたしました。うん、この中に食堂があったのか。とりあえず道の駅はこれからあと何時間かかるのかな。小石原の道の駅で昼飯食うつもりです。一応年中無休って書いてあったから、あれ。
温泉、温泉があったのか。入浴の関係って今もやってんのかな。でも正月でやってないっぽいですね。かな。でこれは小学校かなんか。書いてない。大行寺駅はまだかな。写真こっちなのかな。しかし川のこっちに来てしまったから行けない。まあここから撮っとくかな。大行寺駅は もっと先か。ちょい寒い。
大行事駅は川の向こう。この道乗ってない。そんなに新しい道でもないのにな。テレビ局。村民みんなで作るテレビって見えるかな、これ。車がえらく集まってるな。村民センター、これは、うん、お、あの建物が学校こっちが村民センター。で、向こうのあれすごいな。近所があるってことは、僕学校とか、これ、いや、向こうに幼稚園はあるな。あっちのあれが学校かな。で、これがすごい木造の、入って大丈夫かな、これ。多分これ学校の校庭かな。あ、これ校門か。かな。だった。大須山小学校。村民センターと同じ敷地なんや。右指でマイクのケーブルを掴んでしまった。結局この建物は倉庫かなんかとして使われている元校舎とかかな。
駅どこなんだ。あ、駅だ。何にも書いてない。で、この車が来てるってことはこの時間になんか列車来るのかな。人影が動いたような。あ、やっぱ誰かいる。ガチャッと聞くだと、まさかまさか食堂やってんのか今。大教授駅。一応スカイマークの機内誌で、この中で個人で食堂やってる人が、個人でされてる食堂があるっていうふうに書いてあったんですけど、まさか営業してるなんてことは、あれ？してるっぽい？人いる。あ、そうそう、さじ加減。不定休。駅喫茶。え、やってんの？あ、入り口どこなんだこれ。これが本か。え、やってる。トイレットポッタンタン。1月3日にやってるのかこれ。聞いてみましょうかね。今日って食事ってできるんですかね。あ、嫌いなものとかアレルギー。いや、何もないです。はい。じゃあちょっと荷物置いてきます。マジでやってた。しかもおめえとのお任せランチあんのか。というわけで GoPro 止めて昼飯食べてきます。ラッキー。